はい、占いのコーナーでございます。そっか塾の子です。今回ですね、 GX2 号さんからのコメントでございまして、2021年にアメリカの議会がですね、宇宙人に関する資料を公開するというふうな形でコメントを求められておりました。これね、今までもね、何回もね、宇宙人の情報を公開するよっていう形で、あったんですよ。古くはですね、ケネディ大統領からの時代です。ケネディ大統領がなんで暗殺されたかっていうのは、いろんな説があるんですけども、宇宙人の情報を公開するというふうに議会の方に申し出たんで、その直前、わずか2週間前に暗殺されてしまったんじゃないかなというふうな説もあるんですよね。これもなかなかね、感慨深いものなんですけども、現代、2021年の、じゃあアメリカ議会にね、宇宙人に関する情報を公開するというものにはどんなことが考えられるのかということですけども、まあ、3つぐらいのパターンがあります。1つはですね、もともと宇宙人というのは地球に来ているってことが、34の惑星の宇宙人が来ていることが登録されているらしいんですよね。じゃあこの詳細な資料がドンと公開されるっていうのが私の一番求めるところです。ね、何々星、ツエタの何ですか、ちょっとなんか忘れましたけども、まあどこどこのね、宇宙人だよと、なんですかね。本当忘れましたね。すいません。どこどこの宇宙人、どこどこの宇宙人、どこどこの宇宙人がおりますと。このレプタリアンは地球に来てます、オレンジも地球に来てます、こういう生態系ですとかね、グレーはロボット型ですとかね、ラージノーズグレーはこうですとかっていうのが紹介されるような資料が公開されるっていうのが私の一番求めるものですけども、そうはならないと思います。2つ目の考え方ですけども、宇宙人の資料を公開しますよっていう中で、アメリカの議会にね、提出された資料を見ると、いろいろ調査した結果、今のところ宇宙人はどこからも発見されてませんという資料が公開されるんじゃないかなと思うんですよね。そして考えられる宇宙人っていうのは、こんなタイプがいるんじゃないか、こんなタイプがいるんじゃないか、こんなタイプがいるんじゃないか、でもまだ発見には至っておりませんみたいな形でお茶を濁されるのが、まあ、一番濃厚かなと思いますよね。3つ目がその中間です。例えばですね、火星のスペクトル分析をしたら、アミノ酸が発見された、これはかつてここに人類型の生命がいた痕跡ではないか、宇宙人と言えなくもないんじゃないかっていう形でお茶を濁す方法とかね、地球に落下した隕石の中で、タンパク質が生成された形跡があると、これは後々宇宙にも人類型の生命が発生することを予感させるんじゃないかっていうふうなね、そんな資料が出てくるっていうのが私の3番目の考察です。で、この3つの考察のうち、1番目の34種類の宇宙人の登録された、そういった資料が公開されるのが私の望みですよ。でもそうではなくて、多分2番目のいろいろ調べたけどいませんでしたっていうね、そんな形の後悔なんじゃないかなと思っております。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。この宇宙人に関しましてはね、やっぱり地球にある程度の宇宙人が住んでいて、我々と暮らしを共にしてるんじゃないかなと思うんですよ。で、その中ではね、もうすっかり地球の暮らしが気に入って、もう地球大好きと、そしてその中で子供を作ったりとかしてね、社会に溶け込んじゃって、家賃を払ったり、はい、バッテリーが切れたんで入れ替えました。これも宇宙人の情報妨害の一端でしょうか。まあ、とにもかくにもね、地球が気に入って、すっかり地球人としてね、暮らしてる宇宙人もいるんではないかなと思いますけども、あなたがそうじゃないですか？あなたが宇宙人じゃないですか？大丈夫ですか？でも、宇宙人ってきっと素晴らしい人なんだろうなと思いますよね。高い科学力を持って地球に来れるぐらいの労力をかける方ですから、じゃあわざわざね、少人数で来て地球を侵略しようなんて思わないと思うんでね、地球に来たってことは、まあ友情の証と言いますか、地球人と何かね、一緒にやっていきたいなっていう風な愛情のあられなんじゃないかなと思いますよね。悪い宇宙人ってのは私はね、いないと思うんですけどね、まあ、中にはね、いると思いますけどね、地球人の中にもいろんな人がいるようにいるんじゃないかなと思います。もしかしたら宇宙人ってものすごくちっちゃくって、実際に地球に来てるけど誰も気づかずにこうやって歩いてたら踏み潰してるのかもしれないですね。どうなんでしょうね。それでは、いってらっしゃい。